衆議院選挙は明日公示を迎えます。今日から4回にわたって各党の選挙公約のポイントをお伝えします。1回目の今日は政権与党の自民党と公明党です。自民党は景気回復この道しかないと題してアベノミクスの推進を訴えています。また公明党は今こそ軽減税率の実現へと食料品などの消費税の軽減を約束しています。2年間経済最優先で取り組んできました。3本矢の政策、いわゆるアベノミクスを進めてまいりました。共通の公約ではアベノミクスによる景気回復が企業の収益の拡大や賃金上昇につながる好循環を中小企業や地方にも広げると訴えています。ただ自公それぞれの公約では隔たりもあります。日々の生活、その必需品に軽い税率を適用するという軽減税率を導入を目指すということを与党でしっかりと方向付けをいたしました。軽減税率について公明党は2017年4月の消費税 10% 引き上げと同時に導入を目指すとしていますが、自民党は2017年度からの導入を目指すという表現にとどめました。また原発については共に依存度を可能な限り低減させるとしつつも原発ゼロを目指すと明言した公明党に対し、自民党は重要なベースロード電源と位置づけ活用していく方針です。公約をめぐる足並みの乱れは仮に政権が維持できたとしてもどちらの政策を取るのか今後混乱を招く可能性もあります。